サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 Amazon GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングで Ubuntu、Debian OS がサポートされました。 Amazon GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングは EC2 インスタンス実行時における脅威を検出する機能です。通常の Amazon GuardDuty は VPC フローログや DNS クエリログ等のネットワークレベルのログに基づいて脅威検知を行いますが、 Amazon GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングにより OS レベルのアクティビティを監視し、マルウェアのダウンロードやリモートコード実行等を検知することができます。今回のアップデートにより Amazon GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングをサポートする OS として Ubuntu、Debian OS が追加されました。 AWS マネージドサービス AMSアクセラレートにトラステッドリメディエーターが追加されました。トラステッドリメディエーターは AWS トラステッドアドバイザーの修復を自動化する AWS マネージドサービスソリューションです。アカウント上の設定ミスを修正するために必要な人手を省くことで、セキュリティ、対象外性、パフォーマンスを向上させ、同時にコストも削減します。今回のアップデートによりトラステッドリメディエーターを使用することで、トラステッドアドバイザーチェックに基づいて推奨事項を自動的に修復できるようになりました。エラスティックファブリックアダプタ EFA がサブネット間通信をサポートしました。 EFA は EC2 にアタッチできるネットワークデバイスで HPC や機械学習アプリケーションを高速化するために設計されています。通常の ENI を用いた通信の場合、 OS のネットワークスタックを介してハードウェア ENI に送られますが、 EFA を用いた通信の場合、ネットワークスタックをスキップして直接ハードウェア EFA に送られます。これによりOS の処理をスキップでき、レイテンシーおよび CPU 負荷を軽減させることができます。これまでは同一サブネット内の EC2 インスタンス間の通信において EFA を利用することができましたが、今回のアップデートによりサブネット間通信がサポートされ、冗長構成を採用しているインスタンス間での EFA 通信が可能となります。 EFA の OS バイパス機能によりパフォーマンスを向上させつつ、クラスタープレイスメントグループを用いて EC2 インスタンスを近接したハードウェアに設置することで相乗効果が期待できます。なお、EFA はサポートしているインスタンスタイプが限られていますのでご注意ください。サーバーワークスメールマガジンでは毎週アップデート情報をピックアップしてお届けしています。概要欄からぜひご登録ください。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。